戦争を起こさせたいって話だけど、オラクルの動き全然つかめないな。オラクルが戦争を起こさせたいわけじゃないですよ。ええ、六人称がどこかから密命を受けて独自に動いているみたいね。アリエッタから何か情報がつかめるかもしれないけど、ネクラッタは多分詳しい話知らないんじゃないかな。そもそも密命を受けてってのが似合ってないし。確かカイツールではアッシュに頼まれたって言ってたわね。アッシュって六人称鮮血のアッシュのことだろ。まあどうせ俺たちじゃわからないことか。そうそう、それにイオン様と大佐が戦争が始まっちゃう前にバチカルに行ければ六人称が何してても関係ないよ。そうだな。テイルズオブジアビス、前回の続きからプレイしていきましょう。なんだろうな、この世界に とってというか、この世界に詳しい彼らがわからないんだったら、余計俺とかルークとかってさ、何もわからない状態だよね。なんというかって感じだな。とりあえずセーブだけしとこうか。戦争を起こさせたいっていうのはさ、どこが儲かるかっていうと、やっぱさ、武器とかそういうのを作ってるところっていうのがまあ普通だったりするんだけどさ、そういうとこからなんか言われてさ、六人称が動くメリットってあんの？違うのかな？別か？別口がなんかしてんのかな？ようわからんな。つかめないところが多いというか、どうにかもうちょっと掴める方法がないんじゃない。よし、やっぱ攻撃頻度が高くなるから俺が扱ってる方がいいのかな。ルーク完全に攻撃防げるのか。よし、うん、出てきた。いい感じじゃないか。よし、軽い。あ、そうだ、ここ動かすのをさ、アニスにしてみよう。単純にアニスでちょっと動かしていきたい。トテトテしてて可愛いよね。さて、アリエッタとの戦闘なんだけど、アリエッタとライガぐらいかな。あの鳥もか。便利な。何度も同じ手に引っかかると思うなよ。ルーク様すっごーい。あなたにしては上出来ですね。いちいちうるさいぞ。アリエッタのお友達に火吹いた。うるせえ、手間かけさせやがって、このクソガキ。いいもん、あなたたち倒したからイオン様を取り返すもん。ママの敵、ここで死んじゃえ。なんか俺が一方的に悪いなと思うんだけど。いい加減にしてよね。何、フレスベルグないが、アリエッタからやるか。よし、全然効かない。ちょっと待って、いった。よいしょ。ちょっと待って、やばい、死んだ。死んだわ。アイテム頼む、ライフボトルで。よしよいしょ。いった。ちょっと待って。ライフボトルでこっちから行くしよう。よいしょ。いった。
いった、やば。死ぬ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 。ほら、ちょっと回復させてくれ。アップルグミで、いや、ちょっと待って、そのライフボトルでいっとこう。いった、もうライフボトル、いや減り方が半端なさすぎない。ちょっと逃げろ逃げろ、一回逃げろ。ありがとう。よいしょ、やば、危ない。これちゃんとよく聞かないと。あ、ちょっと待って待って待って、危ない。いてこれ今までのゴリ押しじゃダメだな。やばい、ちょっと回復しよう。あー、どうしよう。アップルグミ、やっぱ、よいしょ、やばい、やー、くそ、当たってたもん。よいしょ、いてやば、危な。これはリミテッドってやつがめちゃくちゃ鬱陶しいな。いった、ちょっと待って。よいしょ、いて、あー、もうこれ終わったかな。ダメな気がする。もう俺もそう思うんだけど。ネガティブゲート、よし、やばい。ちょ、よいしょ、いてこれダメかな。ナイフボトルが、ちょ、よいしょ、いった、ダメだ、これ勝てないわ。もうないもんね。全滅したな。これどうなんだ。その後彼らの行方を知る者は誰もいなかった。ヒントチャット、これなんだ。負けちゃったよ。複数の強敵と戦うときはバラバラに攻撃、敵を攻撃していては拉致が開かないですね。数を減らすことを考えることですか。そうですね、敵の役割分担を考えて面倒な敵から倒すのが定石です。あ、やっぱりネクラったから。うん、それもそう思うんだけど。それはいいでしょう、ライガーは動きが激しく捉えづらいですしね。よし、アニスちゃん頑張ロードしようか。なんかいい作戦でもあればいいんだけど。どうしたもんかな。前衛が3人っていうのがそもそもダメなんじゃないかと思い始めて、入れ替えようか。ジェイラでだ、でどうするかなんだよ。バトルカスタム作戦、同じ敵を狙いにするか。これ同じ敵の狙い、これでいこう。あとはもうあれかな、普通にこれでいいか。よし、行こう。勝てるかな。
なんかあんまり攻撃が効いてる感じでもなかったしな。レベル低いのかな。でもな、レベリングするにはここは微妙なんだよね。宿屋とかがあれば、なんか出て戻って出て戻ってみたいな繰り返すんだけど。うん、ここはもうあれかな、いいかな。よし、とりあえずアリエッタから行こう。行った。ほら、よいしょ、行った。やばい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 、危ない。力は侮れません。どうするどうする、来るか。あ、ちょ、そういうのもあんのか。すっ、マジかよ、早いわ。頼む、よいしょ。危ない危ない。これガイ、あれだな、微妙だな。やば、ちょっと待って、動けなかったんだって。くるくるくる、まただよ、もう。よし、あんまりなんか隙がない技でいかないと。危ない危ない、よし、オッケー、逃げろ逃げろ。リミテッドが来て、オッケー、今、よしよし、やばい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 、よしよし、いった。待て待て、アイテム自分で使え。いった、うっそ、よし、で、逃げる。オッケー、逃げろ逃げろ逃げろ。ちょっと待て、ライフボトルでティア回復しとこう。あー、苦手ビゲートが、やべ、当たった。えらい、えらいとこで使わせちゃったな。よしよし、やばやばいやばい、いやー、ダメです。やばいやばいやばい、ちょっと、一人しか残ってる、一人しか残ってる。ライフボトル、よし、で、これ勝てるか、レベル上げした方がいいのかな。よいしょ、よし、倒した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 。一番めんどくさいやつ倒したけど、どうする。とりあえずナイフボトルでジェイド回復しといて、よし、今いった、痛いだろ、ほら、よし、よいしょ、いった、よし、よし、いった、いった、いった。あとはもうご利用していけるだろう、よし、いった、いった、いった、よし、やばいやばい、オッケー、これでだいぶいけるんじゃない。よし、あとこいつだけだ。結構ギリギリの勝負やってんな。いった、あ、くそ、落ちろ落ちろ、ちょっと待って、やばい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 、あー、ダメだった。
ティア、やばいやばい、ナイフボトルで。危険が。よしよし。痛い痛い痛い。で、ティアに、ティアオレンジグリーン食べて。で、あとは回復してくれ。癒しの力、ファーストエイド。お前自分を。おら。よいしょ。やばい、痛い痛い痛い。よいしょ。危な。もう自分ばっか回復してんじゃねえ。いった。よし、今オッケー。よいしょ。これ全員で殴りかかれればな、だいぶ違うんだけどな。よしよしよしよいしょ。走れ走れ、逃げろ逃げろ。でそれやってくるから、よいしょい。よしよし、オッケー。やばい逃げて逃げて、やばい。離れて、切って、これでいけるかな。いった。思わぬ打撃を。お、よし。これいくつだ。あ、760入ってる。760入ってレベル上がってないってことは、あの二人死んだから入ってないな、経験値。やはり見逃したのがあだになりましたね。待ってください。アリエッタを連れ帰り、教団の左門会にかけます。ですからここで命を絶つのは。それがよろしいでしょう。自分の部下だからって。お前カイツールから同志到着の伝令が来ぬから、もしやと思いここへ来てみれば。なんでもしかしてって思ってここになんの。すみません、バン。そうかここで撃ちますって話だったもんな。過ぎたことを言っても始まりません。アリエッタは私が保護しますが、よろしいですか。お願いします。傷の手当てをしてあげてください。こっちの方がボロボロなんだけど。やれやれ、キムラスカ兵を殺し船を破壊した罪、陛下や軍部にどう説明するんですか。教団で叱るべき手順を踏んだ後、処罰し報告書を提出します。それが規律というものです。カイツール司令官のアルマンダイン伯爵より兵と馬車を借りました。整備隊長もこちらで連れ帰ります。イオン様はどうされますか。このコーラル城に興味がある人もいるようですけど。あー、どうしよう、馬車の方がいいんじゃない。俺も馬車がいいという人もいますから、一緒に帰ります。わかりました。でもルークだったら絶対俺も馬車がいいって言うよな。俺はそう思うんだけど。すでに船は残っていた整備士たちで修理にかかっています。あとは助け出した彼が機関部を修復すれば出航が可能だそうです。機関部周りは自分の担当です。万全にして皆さんをケセドニアまでお届けします。お願いします。私はアリエッタの件をアルマンダイン司令に報告してまいります。後ほどイオン様もお越しください。はい、女性恐怖症を治そうって別にいいんじゃないの。ダメなのか。
はい、ということでここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。